こんにちは。正月実家に帰ったんですけど、妹から VMAX クライマックス一箱もらったので、おみくじの代わりに今日はこの箱を開けていきます。バカバーン。今では珍しいシュリンク付きですよ。ちょっともったいない気もするんですけど、2022年占う箱として開けさせていただきます。まずはシュリンク剥がして上チョキチョキしていきます。はい、では開けます。バカバーン。また律儀に上切って箱に詰め直してきました。さあ、何が出れば大吉なのか問題なんですけど、まあガラルの仲間たちですね。パッパッパン、1箱目じゃない、1パック目。このエネルギー、ビージョル、まっすぐ、まあ雪はみ、鋼、タフ、モミ、ドタクン、モスの役で、ジュベッタミラー。ということで、1箱目普通にレアが強いな。エネ加速系一進化出てよかったよかったという感じで、もう本当に何箱目かわかんないから結構開けてるので、サクサクっと開けていこうかしら。ほんと強いには出てくるカード見に来ちゃう。ちょ、やったぜやったぜ。はい、モミじゃないや、モミじゃない、カミツレのエレキダイナモもここをゲットしました。2枚目だわ。何枚出ても嬉しい。なんならあと1枚出てほしい。いやー、さすが1枚目の、なんだ、キャラクターズレア。いいやつ出ましたね。なかなかに。いいやつ。かぶりですけど、一番かぶってほしいところがかぶってるので、実によしと。ザシアン V。ジグザグマの、感触ヘッドジグザグマのミラー出ました。ほうほうほう。皆さん、どうでしたか？年末年始、いかがお過ごしでしたでしょうか？僕は実家に帰って、まあ、特に何もしてないんですけど、年末、あー来た！ボスの指令フラタリー！今までダンデしか出てなかったから、ナチュラル嬉しい。もう出てるんだけど無限大なローズのキャラクターレア出ました。どうせならダイマックスの方が欲しかった。といったところ、オークタン、このパック重いて、一パックめちゃくちゃボリューミーでした。はい。まあ、どのイラストが出てもいいんですけど、ボリューミーパックでした。オクタンも被りかな。さあ、残りは SR 枠って感じなんですけど、SR、幸い今まで履けた箱は全部出てきましたが、ガラルの仲間たちとか出てくれないかな。ほい。食いだめカビもありがたい。ヨルブ。お、アセロナヨガミラー、いいですね。何話だっけ？年末僕はあの、総合格闘技のライジン見てました。やっぱね、真剣勝負はいいですね、僕。何事においても。あらゆるスポーツ好きなんですけど、やっぱどのスポーツも、その道を極めた人たちの真剣勝負っていうのは、まあ見てて熱くなりますね。ほいしょ。やっぱ、いいですわ。筋書きのないドラマっていうのが。まあ僕もいろいろと頑張ろうかなって気持ちになりますね。応援する気持ちにもなるし。はい。おー、ありがとうサンズ。バカバーン。これ初ゲットじゃないかな。どうだろう。まあ何が出てもいいんですけど、これでキャラクターズレア枠全部埋まったかもしれない。残り3パック。ここまでどうでしょう。大吉ではない。どのぐらいなんでしょう。僕、ちなみに大吉が一番いいっていうのしか知らないんです。おみくじランク。別何が。おい、きゃー！大吉、来ましたー！アセロラの予感 SR！ 大吉以外、よくわかんないけど大吉出たんで OK です。アセロラの予感 SR でした。まあ、ガラルの仲間たちではなかったんですけど、大吉出ました。お、素晴らしい。おーおーおー、あと2パックあるんだよな。いやー、妹に感謝。後で感謝の LINE 送ろうと思います。よいしょ。いやー、よかった。2022年いいことあるかもしれない。お、さらにさらに出てくる。4枚出るっけ普通。アホイップマスターということで、この箱かなり当たりなんじゃないでしょうか。いや、かなり大吉よこれは。普
普通に。ということで、最後のパックは、ピカチュウ VMAX! かわいい。ということでした。まあ、大事ですね。ということで、まあ、2022年も、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はここまでご視聴いただきありがとうございました。未来でまた会いましょう。バイバイ。